みちゃんです。さて本日なんですけれども、こちらリングフィットアドベンチャー、今日も遊んでいこうかなと思います。ね、3日坊主にならずに今日もは4日目で頑張っていこうかなと思います。よろしくお願いします。まあね、日々続けることがね非常に大事ですからね。よし、これねちょっと録画失敗してたんで、ちょっとストレッチから始めていこうかなと思います。よろしくお願いします。まあね、筋肉は裏切らないということで、日々ね頑張ってる成果がこう体にね出るというのは非常に大事なことになってくるのではないかということで、今日もね頑張っていこうかなと思います。1日で10分続けるだけでも違うんで、やっぱり大事ですよね、そういうの。よし、こうか。次はかかと上げストレッチ。しゃあストレッチ。このかかと上げが硬いんだよな。リングコンにタッチしましょう。ほっ。くるぶしが上を向くように意識しましょう。で、多分ね、今日からカメラ反転してると思います。はい、OK です。ちょっと前回の動画がカメラ反転できてなくて、逆になってるじゃんっていうふうに思ったので、今回はちょっとカメラを逆にすることによって、ミブリさんと同じ動きになってるんじゃないかなって思います。今回つま先は前に向けましょう。このミブリさんっていうね、こいつなんですけども、ウィービットって言ったらウィービットトレーナー的な感じの顔色が良くなったバージョンのやつなんですけれども、最後はたまにこいつもね疲れたりしますからね。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。さすがに2回目のストレッチは応えるな。ようにしましょう。反動をつけすぎない。録画ミスってるせいでこんな2回もやるなんてね、2回もできるなんてもう幸せでしょ俺。よーしゃー、ありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっと今のうちに会場ちょっと、オッケー、足にしっかりと固定しました。よし、3の2頑張っていきたいと思います。いくぞ3の2。待って、なんで3の1になってるってことは、昨日の運動が3の1がそうですか。じゃあ分かりました、もうポジティブにいきましょう。昨日の記録を超える、これでいく。どうせ同じく3の1やるんだったら、同じだったらもう記録狙っていこう。そういこう。もうネガティブにもうダメだ、もうしゃあないんだよ。もうセーブできてなかった俺が悪い。でももうさらにね、リアでもう RTA として記録更新しよう。よいしょ。こうやって運動してるとね、考え方もポジティブになってきますね。あれ若い野郎なんて動かなって今。よし、このね、こいつね倒していこうか。先でプッシュから入りましょう。赤いポケモンがいるじゃないですか。ポケモンモンスターがいるじゃないですか。同じ色のモンスターだと火力が上がるんですよ。なので今回は右のモンスターいるじゃないですか。この右のモンスターがダメージが上がっていってるっていうのは分かると思います。左が28に対して右が42になったりとかして、ダメージのね配分もだいぶ変わってきてるので、これねドラゴンタイプにドラゴンタイプが効いてる人は、ゴーストタイプにゴーストタイプが効く理論で、赤には赤、黄色には黄色という感じでしっかりとね同じ色で殴るのが対処法として正しいという感じですね。はい、あれあれ、オッケー、腹筋ガード、しっかりとね腹筋ガードで守っていきましょう。お腹を守ることによってしっかりとね、オッケー、お腹出たな、お腹を守るんじゃないな、お腹で守ってるな、オッケー。さあ、スキルを選ぼう。で、なるべく全体攻撃の方がよりね入るかなっていうことで、今回はねスワイショーでいこうかなと思います。多分ね昨日の前回のメニューと同じようなメニューになってるのかなと思います。確か昨日もサニタブッシュ、待って、サニタブッシュやってこのオフビンでやってたと思ったら、
フィングフィット版のポケモン出ないから往復便じゃない角一太郎あと10回待ってどうだこれで倒せる剣が入ってるから気合の鉢巻きで耐えたとか思ったらもう倒すしかないよっしゃしっかりと価値をもぎ取っていったナイスこれでレベル11しっかりと上がりましたねいいですね桃上げ上げ上げ下げ上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 げ桃上げ上げよしこれがスクワットと書いたんだよね確かね前回なよしこのまま突っ走っていこう行くぞで今回余裕あればちょっと3人もやりたいなはぁ、あ、おもなご足込み、うぅ、腹筋が動くしっかりと腹筋が動くのっていう筋肉はね、鍛えれば鍛えるほど答えてくれますから初日こんな、なんか、できてなかったもん元気にだから、続ければ続けるほど鍛えるところはなんだっけすごい腹筋は上がるなふぅええああ、一回で開かないんだこれ。そういうことか。一回で開かないんだこれ。ふざけんな。この野郎。一回で開けよ、こういうのは。何してんじゃ、この野郎。ちくっせ、おめえ。ミスった。またミスった。悪すぎる。よいしょ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 。リングコンの方向がずれています。はい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 。またか。敵だ。行くぞ。今回は赤の敵が3体に黄色の敵が1体ということで。また下げてくしから入ろうか。おい、敵が多いとこない。下げた武士から入るのが一番にはなってくるんじゃないでしょうか脇の下で何かを挟み込むイメージ何がこれで鍛えられるのか分かりませんおそらく胸筋あたりが鍛えられてるのではないか僕はそう思っていますオッケーそして上腕二頭筋あそこら辺も多分鍛えられてるでしょう楽しいです筋肉を鍛えるということがこんなにも楽しかったと筋トレの師匠マッシュブンが教えてくれたよっしゃあと3回よしラスト1回これで全員倒したかと思っていたのは甘かったようだよしはぁ、腹筋ガードはね、結構余裕ですよ撮影しましたなんで撮影してほしいどうしようかなこれで、以上全体的にするかなよいしょなるべくしっかりとひねろう右左うん、右、左、しっかり動いて脂肪を燃焼させよう右汗かいてるよ右、あと半分ずれーけど右、でもそれが糧になっていくっていうのはやっぱり嬉しいよね右、左、よいしょ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 完璧だね腹筋ガード行くぞ息を吐きながら力を入れて食べたものが戻ってきそうハートが少ないよ気をつけて人中でしたらかごめんまたカメラ映んなくなるかもしれないけど人中中中中中中倒したいんだもんやっぱりよりね敵がね倒せるんだったらそれに越したことはないからオッケー自分を追い込んでさらに
高みを目指していく。これは全てにおいて言えなのではないでしょうか。いいよ。いいね、素晴らしい。もう多分意識してガンって戻るんじゃなくて、こうやってゆったり戻るのが鍛えられるんだろうな。汗が輝いてたよ、ビューティフル。よし、よしよしよし、あとは走れば勝ちか。おらおらおら、よし、ゴール。走り切ったね。最後にビクトリーポーズで経験値をしっかりと獲得していこう。ポイントに変えよう。腰を下げて、はい、下げてキープして、を伸ばして、ビクトリー、ビクトリー。マジか今の、しまんねえな。はい、ということで今日は、びっくりしました。3の1がダメでした。まさかの3の1がセーブされなかった。うまく測れませんでした。俺心拍数ゼロ。右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。測定しています。そのまま動かさないでください。すげえドクドク言ってない俺。やばい、つれんだな。ということで皆さん、リングフィットアドベンチャー、いい朝がきます。ということで、ぜひともやってみてください。1日10分リングフィット、これにでも終わりたいと思います。これちょっとね、セーブしろよ、セーブしろよ、ちゃんとセーブして、終わるところまでちゃんとね、はい、見届けて、今日はここまでで、運動は最後のクールダウンの運動まで見せようかな。6分嘘でしょ。下げてプッシュ、ストレッチしよう。お腹周りを少し多め。それではよし、スタティックストレッチを始めます。スタティックストレッチ。リングコンは使いません。リングコン、はい、離します。リングコンに置いておきましょう。体の前で手を組みます。はい、手の組みます。手のひらを前に出しながら背中を伸ばしていきましょう。あ、顎出さない。はい、こうね。何が伸びてんのこれ。背中伸びてるような気がしない。腰の骨を支えるように手を当てます。上半身を後ろに傾け、お腹を伸ばしていきましょう。まだ腰の後ろ側を、音聞いてないからわかんない。音聞いてないからわかんない。マイクにゲーム音乗ったら嫌だから、音聞いてないから。これ手首を引きながら体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。硬いな俺からだ。マジで腰周り硬すぎる。おお。体を戻して手を入れ替え、反対側に倒します。5分だぜ。たった5分でそんなになります。無理をしない程度にゆっくり伸ばしましょう。まだいいよ。体を戻します。きつきつ、はあ、汗が止まらん。左腕を横に伸ばし、右腕で抱えるようにします。腕を引き寄せ、左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。逆がこっちだ、こっち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 だ。ちょっと待って、なんで俺逆にしたんだろう。反対側も同じように。右と左が分かんなくなっちゃってる。腰が一緒に回ってしまわないように注意しましょう。こっち右です。お箸を持つ方の手です。そう、でも左利きの人は左手で多分箸を持ってるんだと思います。ゆっくり体を戻します。右足を前に出して腰に手を当てます。右足を前に出して腰を当てます。右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきます。あー、伸びるわ、ふくらはぎ。いやー、マジふくらはぎとかね、ハムストがね、
ハムストあたりがマジで硬いからね、これ。足を入れ替えます。これはね、効く。ありがとう、ミブリさん。俺の硬いところまでちゃんと判断してくれてるみたいだわ。すげえな、リングフィット。ゆっくり体を戻します。お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。多分明日になるかなと思います。それではお疲れ様でした。おさみ、バイバイ。